高潔智秀の Go To 電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、飛騨の三重産業、発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。 Go to 電子地ステーション。おはようございます。ここからは高潔智秀の Go to 電子ステーションの時間、素敵な朝を私高潔智秀と一緒に過ごしていきましょう。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地ステをスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信します。三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。高潔智秀の Go To 電子地ステーション。さあ、ここからはゲストを交えてお届けしていきます。先週に引き続き東洋坊グループ TNC の工場長江本克也さんからお話をお聞きしていきます。江本さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。江本さんは工場長というお立場ですが、コンプライアンスであったり環境問題であったり、これ最近ではこう働き方改革とか、あの社会要請というような形でいろいろな話があると思うんです。こうどういうふうに受け止めて、何かこう改善してることとか何かありますか？はい、いろいろ、まあ、コンプライアンスという形で最近非常に、はい、言いますよね。工場としては非常に難しい、まあ、工場長という立場では非常に難しいんですけど、私が20代後半で工場行った時は、はい、やっぱり私ももう昔人間で、はい、まあ、昔の人たちからかなり厳しく、まあ、もう今で言うと発言的にはもうコンプライアンス問題的なところはあったと思うんですけど、はい、まあ、それを同じ若い世代には我々話せないんで、20代がかなり入ってきてますんでね、そこの、指導的な言葉とかは特に注意するように、まあ、私だけじゃなくてその幹部課長部長のメンバーにはですね、注意するように言ってます。あと環境的な面では我々前回前々回で3本ロールとか、まあ、有機溶剤使うっていうこととか、そういう安全面で、特に注意しないと、特に昔よりは従業員に対してどんどん安全面をケアするっていうことが特に重要視されてますので、はい、特にですね、保護メガネ、保護具、現場の環境整備、そこを注意して、工場長としては重点視して対応しております。なるほど。ちなみにですね、先日工場見学行かせていただきましたけれども、入った入り口のところがすごくこう花で綺麗にされていたのが印象的だったんですけれども、それもなんかちょっとした改善ですよね。そうですね、なんかちょっとね、入り口を華やかにしないといけないなということで、実を言うとあの花は私が工場長の役目なんですよ。実を言うと。そうなんですか。で、私やっぱり花好きでして、やっぱり花がないと工場ってなんか男臭いところがあるじゃないですか、はい、女性の比率もやっぱり 15% ぐらいなんで、はい、やっぱりもう少し花を設けてちょっとみんなが元気になったらいいなと思ったりして、毎朝水やってます。あ、そうですか。はい、またですね、先日その工場見学をさせていただく中で、保護メガネとこう帽子をかぶらせていただいて、その様子はFacebookにこう上がっているところなんですけど、実際にこれをかぶってこう回った時にですね、すごくこのクリーンな感じを受けたんですよ。その工場の中の、清掃であったり、そういった環境部分っていうのは小さなところやっぱり気づいているところはありますよね。そうですね、やはり電子部品の関係の、まあ、商品が多いんで、特にその整理整頓清掃っていう意味でサイエンス活動をかなり注力してやってます。だから年に1回12月にはそういう報告会でトップを取ったところにはかなり商品を与えるとか、さらにどんどん
工場を活性化していこうっていうことをやってます。職場改善をその働いている方からこう上げていくっていう、そうですね、そういうイメージですかね、はい。そこからまた実際会社が35年を経過されてもうどんどんと傷んでる部分もあると思うんですけど、そういったところの気遣いも大変ですよね。そうですね、最近は特に電気系統とかもう老朽化してきてますんで、溶剤使いますからね、防災っていうかそういう面では特にもうお金を惜しまなく投資せざるを得ないなと対応しております。実際にこうしたちょっとしたこう清掃であったり整頓であったり、そして働いている皆さんのこの職場改善というような気持ちがあって、どんどんとこう工場内の空気も良くなっていったんじゃないかなというふうに思うんですが、そういった実感とかはいかがですか？そうですね、クリーンルームなんかも最近は電子部品の製造の部門では取り入れましたし、まあクリーンな環境にどんどんしていくことによって、みんなもどんどん明るくなってきてるんじゃないかなと思ってます。で特に若手を入れてますんで、若手が皆さん元気なので、そこが工場を活性化しているようなとこがあるんで、若手を大切にしていきたいなと思ってます。そうですか、はい。ちなみに福利厚生として改善しているようなものって何かあるんですか？そうですね、食堂がね特にだんだん傷んできたんで、みんなが休憩して食事を食べれるところを 2,3 年前にクリーンにしましたし、まあ、特にそこの辺のところですね。あと昼休みに卓球ができるようにしたとか。そうなんですか。私も卓球好きですから、はい、本当はテニスが趣味なんですけど、はい、卓球で仕事を忘れると、そのボールを打ってる瞬間は仕事を忘れて切り替えようっていうことで、そんなこともやったりしてます、ね。そうなんですね、ちょっとした体を動かすところから若い人とのコミュニケーションも生まれてきますよね、うん、はい。実際そこでこう若い方の反応はいかがですか？そうですね、若手が一緒に私と 4,5 人でやってくれるようになったりもしてますし、最初はちょっと無理に私が誘ったところもあるんですけど、若手同士でやってるのを見てると本当に若手の連携がこれからできていって TNC をさらにより良い会社にしていってくれるんじゃないというのをちょっと感じてますね。会社にとって一番大事なことは何かなというふうなのをいつも考える時があるんですが、そこで大事なのはやはりコミュニケーションが大事ではないかなと思ってるんです。それをどういったような形でこう作っていくのかっていうのが一つ求められるポイントかと思ってまして、例えば卓球であったり話しやすい環境が食堂から作られる、そして、職場改善が社員の方から挙げられてくるっていうような環境、それぞれすごくこう大事だなというふうに感じますね。そうですね、コミュニケーションっていう意味では、仕事をしながらどうコミュニケーションしていくかっていうのはなかなか難しいとは思うんですけど、仕事の作業の指導だけじゃなくて、今はですね、私が東洋坊時代にもいろいろ学んだことなんですけど、まあ、課題 OJT っていうか課題 OJT テーマ報告会っていうのを3月に設けてて、はい、年に1回入社から 3,4 年まではですね、そういうテーマ報告会っていうのをやって、逆に言うと指導者がその若手に対しての、まあ、指導コミュニケーション、このテーマ報告会でお互いが議論しながら上司も成長していくっていう、そのものを取り入れてですね、ここ 3,4 年継続してやらせてもらってますけど、これは非常にうちの会社としては若手と年配のコミュニケーションにはさらに良くなってきてるんじゃないかなと思ってますね。また部門間のコミュニケーションということで、いろいろなこう会議とかもされると思うんですけど、そういった中でこう気遣っておられることは何かありますか？そうですね、部門間っていう意味では、我々は一つのことしかできないと、仕事はやっぱり一つだけじゃなくて専門技術2つ持った方がいいし、はい、3つ持った方がいい。昔は T 型人間とよく言われてたんですけど、横の幅広い知見と深く掘り下げた専門技術、はい、それも持っていけばいいっていうことだったんですけど、はい、私は最近の若い人たちにはパイ型人間になろうと、最低2本は技術持っていこうっていうことで、横 の職場の技術も、だから例えば3本ロールの話を先週しましたけど、はい、3本ロールだけじゃなくて他の分散方法、
ビーズミルっていうので顔料分散するっていうのもあるんですけど、その2本の柱持ったらもっとパイ型人間になるともっと安定して立てるよとっていうことで若手を指導してますね、はい、なるほど。やはりその1個の専門性はもちろんですけれども、多くのことの TNC としてできることをそれぞれの社員の方が知っていることで、新しいその事業が生まれる種にもつながりますしね、うん、そういったあの会社を発展させる上でもそういった社員教育ってすごく大事ですね。そうですね、教育は本当にTNC に来て特に思ってますけど、やっぱりジェネレーションのギャップもありますし、そこのギャップを埋めるためには教育っていうのは重要じゃないかなとつくづく思ってます。ありがとうございました。この工場としての在り方や、どういったような職場環境を作るというのは多くのその、働いている方にも通じるお話だったかなというふうに思います。また来週もいろいろなお話をお聞かせください。はい、どうもありがとうございました。電子地ステーション、そろそろお別れの時間になってきました。江本さん、今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。ご出演されていかがでしたでしょうか。そうですね、今回で3回目ですけど、はい、まあ、相変わらず緊張してますけどねいろいろなお話をやっぱり幅広くお聞きしたいなというふうに思っていまして、その中でこうなんていうんですか、ぎっちぎちにこう読んでくることを用意しましたではなくて、こういろいろなお話をこの対話の中から作れるっていうのはすごく面白いなというふうに思って、またあの来週が最後になりますけども、いろいろなお話をお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします。江本さんにはマンスリーゲストとして来週も混合分散重合のエキスパート TNC の魅力についてお聞きしていきます。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新、スタイルに関数字の7で電子地、ヤフーやグーグルなどの検索サイトから電子地ステーション公式ホームページを検索することができますのでチェックしてくださいね。今お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔思い出で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀とTNC の江本克也でした。それでは素敵な一日を。悲しみは青い空に溶けてゆく、湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで逆上がりできた時のように誰かに伝えたい気持ちは何というだろう。桜は